はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久しぶりに川越にございます2代目エゾさんにお邪魔しております。ちょっと前にね、店主の岡安さんにエゾさんの美味しいご飯が食べたいと LINE をさせていただきまして、今日はですね来たんですけれども、全然メニューを来るまで決めてなかったんですよ。で、何が食べたいかなって考えたところ、以前ねゾウくんが食べてた激辛チャーハン、赤鬼激辛チャーハンと、そちらのチャーハン、ハバネロとジョロキアと、ものすごく辛い唐辛子を使った、ただそれでも美味しい激辛のチャーハンがメニューにあるんですけれども、それをねゾウくんが以前3キロぐらいのデカ盛りで、かつチャレンジとしてね、確か制限時間が30分で動画撮影をしておりましたので、僕もそちらのメニューを、こちらチャレンジメニューではないんですが、30分にね時間を設定させていただきまして、この激辛チャーハンを食べていこうと思います。で、こんな感じでね、こちらの激辛チャーハンすごく辛いので、通常メニューの方にも注意書きがございます。皆さんもね、このチャーハン頼む際は一度ご確認ください。どれぐらい辛いのかまだね分かんないんですけれども、ドキドキをしながらメニューがね到着するまでもう少々待ちたいと思います。はい、ということでですね、ただいま商品の方が到着いたしました。こちらのメニューがですね、赤鬼ということで、こんな感じですね。見た目はね可愛い感じなんですけれども、すでに香りはね辛いです。ちょっと匂い嗅ぐだけでおでこからじわっと汗出そうなんですけど、早速ではございますが、こちら30分に設定させていただきましたので、チャレンジメニューではございませんが、チャレンジという形で、こちらの完食してみたいと思います。なんか掛け声いただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。いただきます。どう、まずこれやっぱご飯から、うん、赤いっすね。あ、でも美味しそうね。いただきます。うん、あ、辛い。めちゃくちゃうまいけど、めちゃくちゃ辛いですね。美味しい。うん、うん、辛かった。あ、これ思ったよりも辛い。うん、ちなみにこれ1人前だと1キロいかないぐらいとかって感じなんですか。1キロ切ったらちょっと辛いですね。いや、1キロこの辛さはきついと思いますね。今まで、うん、それが販売して、うん、販売開始で今まで完食された方って20人ぐらいです。いや、もう辛いな。あ、もううまい。噛んでる最中はその具材との味でむしろ甘み感じるぐらいなんですけど、飲み込んだ後の口と喉がすごいねえ、でも兵器を使ってるから、うん、ジョロピアは強いな、うん、はぁ、後半結構しんどくなると思います。うん、だってもう食堂は暑いですもん。うん、あ、水がうめうん、うん、本当にこれは侮ることなかれですね。すごい、もう一瞬で汗出てきた。わかりやすくお伝えすると、ココイチさんの10倍のカレーとか、あとは中本さんの北極の10倍とかよりも全然辛い。じゃあこの辺りでこの唐揚げいきましょうか。エゾさんといえばの特製の唐揚げでございます。こちらも辛い粉がねかかってんだけど、ちょっとどうかな。あ、うん、うん、あのね、辛い。またチャーハンに比べたら全然辛みを抑えられてるというか、むしろちょっと甘いぐらいなんだけど、やっぱりね後味がどうしても辛いからね。うん、うん、
でもさ、チャレンジって言ったんだけど、早々にチャレンジやめていいですか？これぐらい辛いやつだと、多分ね、ちゃんとね、美味しく食った方がいい気がする。おかえさん、今日もチャレンジをやめたいと思うんで、はい、マヨネーズいただいていいですか？あ、マヨネーズ美味しい。あ、でも辛い。圧倒味がやっぱ辛いですね。ギブアップしそう。持ち帰りそう。今唐揚げ定食頼みそう。今回は3キロで作っていただいているので、今ちょうど半分ちょっとぐらい食べてるとは思います。まあ、通常メニューであれば完食なんだけど、3杯あるからね。唐揚げうまっ。なんか甘辛なタレがかかってるっぽいな。辛っ。どうしようかな。唐揚げ定食、冷やしラーメンいただきたいな。パッ、詰めてほしいな。ってことでですね、今唐揚げ定食と、夏限定とか今年から初めてやっているなんか翡翠麺の限定メニューをね、ちょっと注文させていただいたんですが、その翡翠麺の盛り付けを自分でやらせていただけるということで、キッチンに入って持ってきたいと思います。入れちゃいます。熱っ。あ、サンダル熱っ。熱っ。ということで、今ですね、盛り付け自分でさせていただきました。翡翠麺完成いたしました。まあ、麺と、だしスープにおろし、唐揚げ、海苔が乗っかったメニューでございますね。まあ、氷も入ってて夏らしいメニューですけど、ちょっといただいてみますね。いただきます。あ、さっぱりしてる。唐揚げ定食に届きました。で、このね、江戸さんの翡翠麺なんですけれども、クロレラというものを練り込んだ麺らしくて、まあ、いわゆるスーパーフードとか体にね、いいよって言われているような食材を練り込んであるので、まあ、冷たいもの食べてね、熱中症対策をしながら健康になれるという、まあ、そんなメニューなんで、ぜひね、皆さんもお試しください。うまっ。うまっ。レモンかけて食べてる。これちょっとわさびいっちゃっていいですか？なんかお蕎麦食べてるよ。これうまいね。辛味大根のお蕎麦を食ってるかのような、うまっ。で、またこの意外かもしれないけど、カツオのだし汁に使ったこのちょっと冷めてきた唐揚げがまたうまいのよ。うまっ。でも今気づいたけど、翡翠麺にも唐揚げが2個乗っててさ、さっきのね、チャーハンも唐揚げを2個食べたのよ。で、これ通常の唐揚げ定食頼んで、俺今日何個唐揚げ食べるんっていう話だよね。
あっという間に、ね、今ちょっと翡翠麺の方が完食してしまいましたんで、こっちも注文した唐揚げ定食ね。てかやっぱこのでっかい唐揚げが4個5個入ってるからね、まあ、1000ちょっとなんだよ、値段があんまりにも安すぎるね。うん、やっぱ唐揚げとご飯うまっ、うん、やっぱりね、江戸さんといえばこの唐揚げですから、うまいのよ。あのね、うまいんだけどずっと胃が痛い。このさ、江戸さんのカウンター周りってサインがものすごく飾ってあるの、まあ、大食いの方だったりとかスポーツ選手だったりとか。今見るとさ、僕が初めて来たのが2016年、多分これが初めて来た時のサインなんだけど、2016年、しかもね、サインじゃないのよ、ただの本名なのよ。2016年ってことは、僕初めてあのテレ東さんの大食い王か大会に出たのが2017年度の大会だから、出る前から来てんだね。今知ったよ。プライベートで遊びに来たりする店舗は若いよね。うん、若い、本当に若さを感じる。いやでもすごいな。ということでですね、本日はこちら2代目江戸さんで激辛のね、チャーハンをいただく予定でしたが、想像よりも全然辛かったので無理をせずにね、お持ち帰りさせていただきまして、その後にこの翡翠麺と唐揚げ定食をいただきました。まあ今回は特別サイズということで、チャーハンもね3キロではあったんですけれども、通常ね販売しているメニューに関しましては1キロになっております。辛いものが好きだけではなくて1キロになっちゃうと結構きつい量ではあると思います。まあただ本当にね、味はもう具材がいっぱい入ったりとか、味付けも美味しくて、本当にね辛いもの好きであれば一度試してみてもらいたいなと思うような商品となっておりましたので、ぜひね皆様もお試しください。でこの翡翠麺なんかも夏限定メニューとなっておりますので、そちらもですね、ぜひこの夏の期間中に来ていただいて、この限定商品食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、はい、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルの方でも活動を始めておりますので、ぜひね、気になってくれた方は概要欄からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。